一応これで一区切りってわけね。ああ、メルキオルの野郎だけは行方不明だが、連中の全拠点は当局とギルドに潰され、国外ルートも徹底的に抑えられている。裏の方もなんですよね。騎士と僧兵たちも矛を収めて共に庭園方面に当たっているらしい。イカルガをはじめとする両兵たちや結社もその点だけは協力しているようだ。さらに兵ゆえとマルドゥック社主導により彼らのコネクション全てが洗い出され、ハングレ準構成員の情報などもまとめて CID に売り払われた模様です。そうだったんですか。じいさんにツァオたちか。ったく抜け目ねえ連中だな。アブたちもアイゼンシルトといろいろと動いていたみたいです。反応兵器ももう大丈夫だろうね。回収したあの一機もハミルトン博士と他の二皇帝の立ち合いで解体。キャラハン教授もそれ以上は製造しなかったみたいだし、マフィアに再現は不可能だろう。起爆を唯一可能にした剣が仮に残っていたとしてもな、現在風星省と共和国の協力で旧王宮の瓦礫の撤去が進められておる。あの魔剣斧槍と甲冑も含め来月半ばには回収されるとのことだ。しかもそれぞれ所有者にしか使えない代物って話だったっけ。そこまでいけば本当の意味で事件も終わりってことね。はい、本当に本当にいろいろありましたけど。そうだな。でもあの男については心配ですね。結局全く消息がつかめていないみたいですし。最後に自分のボスにあんなことをするなんて一理事も理解できない。したくないやつだったわね。歪みまくったサイコ野郎なんざそんなもんだろ。セイたちの仇のラスト取れてねえのは心残りだが、まっこれ以上は破壊どもに任せておくしかねえだろう。蛇の道は蛇、きっちり型にはめてくれりゃいいが。はい、ですが表も裏も一安心ではありそうですね。
何せよマフィア絡みは決着、事務所もぼちぼち平常運転に戻るだろう。仕事はいくらでもあるが、このままバイトを続けるかどうかそれぞれ考えておくんだな。とにかく考えとけってことだ。とりあえず3日後の革命記念祭までは揺れ戻しで忙しいだろう。久々の首都の 4SPG、 朝飯食ったらバリバリ手伝ってもらうから覚悟しとけよ。そうか、見つけたぞ。これで目的達成だ。
あれ、もう時間だった？うん、自由意志まではいかないけど、ネットワーク化された自我はある感じかな。ゼロスにしても同じ。帝国にあった戦術核っていうのも同レベルみたいだ。この先にあのメアがあるのは間違いないけど、正直いつ実現できるかわからないレベルだね。それほどまでに難しいんだよ、シンギュラリティのブレイクスルーは。でもそれが実際に可能なことが裏の世界で2年前に証明されてしまった。当然バンさんも知っているんだよね。いずれ博士の手伝いをしたいとは思ってるけどね。まずはこっちの分野が先かな。中途半端にやってもものにならないし。でもいろいろな視野は持っておきたいから、ここで研究を続けるのもありだとは思う。バーゼルの方が設備は整っているけど、今は動力ネットも高速化しているしね。理科大学での講義にも遠隔出席できるから、思ったほど不便は感じていないんだ。首都周辺での次世代ネットワークのプロジェクトにも参加するつもりだし、ああ、いずれはエプスタイン財団や ZCF、ラインフォルトの技術も学びたいかな。ちょ、アーロンさんみたいなこと言わないでよ。それもありがたいよね。でも今月中はともかく、それ以降は本当に手伝わなくていいの？アルマータは壊滅したけど、ゲネシスの剣は残ってるし、メアにグレンデル、マルドックとか、いろいろ気がかりも多いんじゃない？僕にしてもヤンニー、クロンカイト教授が大統領府と何してるのか気になるし。何それ、ってさりげなく撫でないでよ。アトル、ちょっと赤い。全くもって平熱だから。うちの正方式はアニエスさんにもらったものです。同じ班だそうですけど、項目とか見方がちょっとずつ違っていて、とっても勉強になります。わからないことも多いですけど。そっちはアーロンさんに昔のものをもらう約束になってます。私クルガの里にずっといて、遠征でたまに外に出ただけですけど、アイーダさんの言っていたように、世界って本当に広いんですね。それこそ勉強しきれないくらい。いえ、そんな。アルマータが壊滅したことで、一応アイーダさんの仇も打てました。アブも命令違反の罰はある程度多めに見てもいいって。アマにラナに、カミルとも久しぶりに会いたいですし。でも、こっちの日曜学校やカルバードでの暮らしも慣れてきて、何よりバンさんやアニエスさんたちとお別れなのは寂しいです。はい。え、フィーさんと？
それは私も思いますけど、私が遊撃士、そんなこと考えたことも。もうちょっと考えさせてください。はい。あら、バン様？ええ、関連組織に裏ルート、ペーパーカンパニーの類はあらかた、カルバードのみならず大陸各地にまでコネクションが及んでいたのは驚きですが、 MK 社のカバーするエリアの除染はほぼ完了した模様です。そうですね、帝国の戦役、それに続くバベル事件で大陸の時計の針はますます加速しています。ザイファやアサルトフレームをはじめとする新技術に世界が追いついていく意味でも、 MK 社のシェアは今後も伸びるでしょう。私は1階の SC、それ以上でも以下でもありませんから、激剣やメアをはじめとするバン様のサポート業務については現状最優先。以前のようなリモートでのバックアップも可能ですが、効率が落ちるのはいただけません。それは確かにある程度は分担できてもいますが、いえ、確かに来月以降にお手伝いができなくなる可能性はあるかもしれません。この体になって来月で1年、本格メンテナンスの時期でもありますので、そちらの状況とプロジェクト次第では私が元の環境に戻る可能性もあります。そうなった場合、やはりリモートでのバックアップとなってしまいますが、私がどうあったか、やはり察していらっしゃるのですね。それはお仕事の中で。いえ、それこそ千なき質問ですか。どうか誤解なさらないでください。ご存知の通り、マルドゥックはある意味合理的でフェアな企業です。私が価値を示し続ける限り、今後もこの体を提供し続けるでしょう。その意味では対等、いずれこの体も買い取らせてもらおうと思っています。一応それなりの高給取りですので、数年もあればなんとかなるかと。手当が多い分、現在の出向形態も魅力的な選択肢ではありますね。社外費なので明言はできませんが、エトワスのエントリーセダンが購入できるかどうかくらいでしょうか。それじゃあジュディス先輩、やっと自宅に戻ってくるんですね。ああ、うん、あんたにも心配かけちゃったわね。バズレイダーの方はやっと諦めたっぽいけど、
ここ半月それどころの騒ぎじゃありませんでしたからね。あら、いえいえ、アークライドさんには先輩が本当にお世話になりまして、ビストロの皆さんともどもどうかよろしく伝えておいてください。ちょ、手伝ったのは私の方なのに、なんでこいつに礼を言うのよ。どうせ先輩が無理言って旅先までついて行ったんでしょ。詳細は分かりませんけど、無事戻ってきてくれましたし、尊敬する先輩がお世話になったんですから、後輩としてお礼を言うのは当然ですよ。尊敬するって、まあ当然だけどね。まったく生意気になっちゃって、デビューしたての頃は清楚でほんと可愛かったのにな。遅くはないけど早くもないわね。私だって14だったし、子役からって俳優も多いから、その意味では規格外ですらあるわ。何せ3年かそこらでトップ女優と言われる実績を積んでいるんだもの。あら、聞いたような口を聞くじゃない。私もそれは同感だけどね。狼たちの鎮魂歌もいいけど、グロリアとか度肝を抜かれたし。やれやれ、嫌になっちゃうわね。4つ下に完全に追い上げられると。ま、負けるつもりもないんだけど。誰が残念よ、誰が。それはそうと、あんたさっきのは良くないんじゃないの。何せよマフィア絡みは決着、事務所もぼちぼち平常運転に戻るだろう。このままバイトを続けるかどうかそれぞれ考えておくんだな。何よ、素直じゃない。それじゃ。それは当然じゃない。私がママたちから引き継いだ後ろ暗くても世に必要な。そっか、何なのかはわからないけど、あんたにもあるわけね。他人には立ち入らせたくない。ううん、立ち入らせられない何かが。できれば部屋はこのまま借りときたいんだけど。まあ新作の封切りもあるし、記念祭までにはマンションに戻るわよ。はあ、その前にママとおばあちゃんにいろいろと報告しないと。お子ちゃまどもにかけたつれねえ言葉のことか。気にするくらいなら言ってんじゃねえ。思春期のガキがいるおっさんかよ。足りめえだ。コートの水で育った高徳子だからな。まあ首都に出て3ヶ月かそこらで里帰りっつうのも格好がつかねえし、特に理由がねえ限りはまだコートに戻るつもりはねえな。いずれクロスベリア帝国なんかをぐるっと回ってもいいかもしれねえ。もしか大陸東部なんかをな。生温かい目はうぜえからやめろ。ちなみに首都にしばらくいるからっててめえを手伝うかどうかは別だからな。仮に野郎だけの職場とかなったらうざすぎっつうか、わびしすぎんだろ。
あのクソったれなタイ君とやるか。じいさんは生まれ変わりだのなんだの抜かしてたが、俺はあくまで俺だ。てめえの道はてめえで切り開く。骨董品なんざお呼びじゃねえんだよ。え？気持ち悪いな。とにかく食後のお楽しみくらい好きに堪能させろや。ああ、もう少し待てっつうならお気にのとこにしけ込んでくるぜ。繰り返すが、一度死んだ身なのでな。以前のせいでは想像できなかった様式なども試してみたら存外馴染んだ次第だ。お主が読んでいた雑誌などを思い起こして参考にもしたかな。彼自身は一本芯の通った男だ。寡黙だが義に厚く、対局も見通せる。一般僧兵からも信頼されているゆえ安心ではあるのだが。ああ、私が引退してから就任した人物ゆえ直接の面識は全くない。それどころか僧兵庁上位の天令賞でも完全に極秘の扱いらしくてな。おそらく正体を知るのはごく一握り、数百名ほどの隠密僧兵に天令賞の枢機卿、対等たる聖杯の総長に法王芸家その人、間違いなく天令賞の鬼札であろう。今さら小さいことを言うでない。それに表にせよ裏にせよ、助手たちや昔馴染との関わりにせよ、しがらみが多い方がお主にはよかろう。人は人の間にあって人間となる。良縁であろうと悪縁であろうと
この5年で身に染みたのではないか。背けても背けきれぬものはある。気づけるか否かはお主次第だ、バンヨン。これでよしっと。あ、バンさん、そろそろ出かけますか？日向ぼっこにもちゃんと意味があるみたいですね。太陽光を動力エネルギーに変換する機構が搭載されているそうです。はい、さすがにちょっとプレッシャーです。毎年4月下旬に開催される全校を挙げてのアラミス学芸祭、今年入学直後に参加しましたけど、3日間本当に見どころも多くって、とても学生だけで企画準備運営していたとは思えなかったです。正直オデットたちと戦々恐々としているところでして、でもやっぱりバンさんもアラミスの出身だったんですね。エレインさんやキンケイドさんと同じく。そうだったんですね。バンさんのことだから突拍子もない出し物とか企画していそうですけど。エレインさんのしかめっ面が目に浮かんじゃいますね。キンケイドさんは逆に面白がって認めそうですけど。もうグレーなのはその頃からだったんですね。すると学芸祭が終わって5月に生徒会長選挙があって、エレインさんが新会長になった直後にバンさんは辞めてしまったんですね。それもお二人に何も相談しないで、ある日突然行き先も告げずに。そうじゃありませんか？お二人との会話やアラミスの日程からの推測ですけど、それにこの3ヶ月いろいろな意味で鍛えられましたから。引っ込み思案で前に踏み出せない、たった一人の家族に対しても言いたいことが言えなかった子供がちょっとだけ踏み出せて、
思いを伝えられるようになりました。全部皆さんが、とりわけバンさんがくれたものです。それは恐れ多いですよ。振り回すというより気にしてほしい人はいますけど。いえいえ、先は長そうだなって。